と夏を越えて成長した三歳馬と小馬の対決が秋の小馬 G1 戦線の醍醐味の一つでもあります。三歳馬の勢いが勝つか、小馬の意地が勝つか、伝統の一戦、秋の天皇賞、いよいよ発走です。13頭立て、芝 2000m、 各馬体勢整います。スタートしました。少しばらついています。5番前目につけます。4番も前目、7番後方からレースを進めます。さあ何が行くのか。先頭は10番、その後ろ6番、2番、先行集団固まっています。さあこの大舞台で真っ先に大観衆に迎え入れられるのはどの馬でしょうか。その後9番、中からは4番、2番人気中段、その外の方5番、この馬も中段、中からは1番、中段、その後ろに3番、その外13番、中12番。1000m を通過、一段となって進んでいます。そのうち7番、1番人気大欅の横を通過していきます。9番、先頭、早くも馬群が詰まってきました。さあ G1 クライマックス、ここから勝負どころに入っていく。外9番、さらに内から2番、外から10番、最後の上り坂、中1番、そのうち7番、ゴール前大混戦。さあ何が勝ってもおかしくない、内か外か。あっと、勝ったのは6番